こんにちは、チョメです。5年目第22章のストーリーパート6分の2、ガド環境イライラする大階段やっていきますね。服装もまた変えましたよ。ちゃんと読むよ、今度は。ベアトリスに会いに行くだけだよ。早く助け出してあげんやけんからね。ついさっきまで中庭にいたの？すごい混沌だったわよ。あれ？ここ左下のところ生徒じゃなかったっけ？他の生徒。ここにある肖像画が話してくるの、文字通り。前違う生徒だった気がするけど、気のせいか。悩んでる。なんかピーブツっぽい服装にしたよ、帽子とかも。ピーブツ、部屋の絵のことを話さないか。まあ色だけ合わせたって感じだけどね。お前がこの肖像画と話をした後でな。何の話をするんだ、肖像画の呪いを破ることについてか。お前はバカさ、おバカさんだな。ガタガン教を怒らせろ。でもなんで、ガドガン教が裏ボスなのか、もしかして。見てみたいからだ。ガドガン教とマーリンを喧嘩させるんだ。は？面白いぞ。ガドガン教を挑発するなんてできないよ。僕に騎士道を受けて上質の鎧をくれた人だ。あ、確かにね、鎧くれたもんな。おめでとう。だからどうした？俺はお前が欲しいものを持ってるんだ。俺が持っているものが欲しいなら俺の言うことを聞け。わかりました。ガドガン教、許してくれ。こんにちは、ガドガン教。エメ、こんにちは。この聖なる地の何のようだ。ビーブズに言われてきた。君の冒険の話を聞きたい。僕の鎧について話をしたい。真ん中。騎士である君の冒険の話を聞きに来たんだ。素晴らしい。私の武勇伝は長くかつ刺激的である。あ、やっぱり僕はマーリンと話すことにするよ。ワイのワイバーンをどうやって倒したのか聞きたいから。戯言を言い負ってワイのワイバーンを倒したのはこの私であるぞ。お前も私がワイのワイバーンを倒したのは知っているだろうが、お前が騎士の訓練に立ち向かっていた時、友人にこの話をしたはずだ。あの生物を倒したのはマーリンだよ。そうじゃないと言うなら僕を納得させてくれ、ガド環境。それでは納得させてくれよ、みと。話す感じ、これで。3時間。ガド環境をイライラさせる。まあ、イライラするよな、そうやって。真実を適当なこと言われたら。ワイのワイバーンが私のバイザーと剣を溶かしたのだ。それともワイのワイバーンを倒したのはランスロット教かな。なんかいろいろ変わってるんだけど。ワイバーンなんかマーリンの魔法にはかなわないよ。まあね、魔法強いからな。私がワイのワイバーンを倒した時の話を3時間かけてしてくれようぞ。うん、3時間かけて今やってる。疑問元。魔法使いや魔女に語り継がれているのは私のぽっちゃりポニーだ。じゃあマーリンにも話聞いてみるか。尋ねる。マーリンの古代の魔法では私がやったようにドラゴンを倒すことはできない。あの古い言い回し、なんだっけ、マーリンのポニーに乗ってやろうじゃないか、だ。マーリンの古代の魔法では私、あ、これはループか。じゃあこっちの方に移ろうか。この上ない勇敢さと私の名セリフだ。 大セリフね。あの動物が私の杖を半分に噛み砕いたというのに私は勝ったのだ。結構このガドガン教の選択肢って豊富だな、今回。それともワイワイバーンを、あ、これはもうループか。じゃあガドガン教。足りるかな？足りなかった。はい。ちょっと回復してきました。続きをやっていきましょう。ワイのワイバーンが私のバイザーと剣を溶かした、あ、結局ループだったわ。回復してきたけど。じゃあどんどんやっていこう。足りるかな？もう終わってほしいな、これはもう。4だから。あと2、2だけがやりたい。5は多い。あ、5でいっか。はい。OK！よかった、回復してきて。はい、ゲット。コインも大事、最近は。それでワイのワイバーンを勇敢に爆発させたのは私だと信じる気になったか。実を言うと、やっぱりあの生物を倒したのはマーリンだと確信を持ち始めたところだよ。ガドガン教に疑問を持つとはけしからん。マーリンのこの上ない勇敢さを自分の手柄にするなんてずうずうしいんじゃないか。マーリン、友よ、今度どうしようもなく馬鹿げた話を聞いているか。私を弁護してくれるか。私は古代の魔法を守るためだけにしか話さん。マーリン使われてるな、うまく。それこそ、ワイのワイワンを倒した魔術師の言うことだ。マーリン、マーリン、この小僧の間違いを今すぐ訂正してやれ。お前の戦いはお前のものだ、ガド環境。君はもう、何度もぽっちゃりポニーの上で戦ってきただろう、マーリン。私のポニーだ。私の戦いだ。周知の事実だ。剣を抜け、悪党め、お前もだ、マーリン。
は、肖像画同士のチャンバラごっこか。できたらよかったのにな。ピーブズ、もういいよね。終わりだろ。終わりだなんて誰が言った。まだまだだ。訓練場へ行くぞ。ワイのワイバーンの話を聞いてたら、すごいアイデアを思いついたぞ。どんなアイデア？まあ、行ってみるか。ピーブズの命令に従う。何をもたもたしてるんだ。訓練場に行くと言っただろう。あ、行きましょう。